はい、こんにちは。こんにちは。革ジャン密談ラジオの時間がやってまいりました。やってまいりましたね。これね、カメラ、撮ってるカメラ、まあ、みんなには絶対見えないんだけど、はいはい、ソニーのアルファっていう一眼レフカメラ、まあ今動画撮る人これで撮る人すごい多いんだけど、一眼レフのカメラって30分までしか動画撮れないって知ってた？一回切れるんだよ。ああ、なるほどね。なんでか知ってる？わかんねえ。関税の問題。あ、そうなの？関税がビデオカメラと一眼レフカメラで関税率が違うの。あ、だから30分でやって、これはあくまでカメラですよ。これは一眼レフのそのスチール用のカメラですっていうために30分で切れるようになってんだ。切れるようになってんだって。なるほど。だったら早くもそんなんじゃなくて急いで話した方がいいですよ。そうだよね。うん。そりゃそうだろう。だからだいたいこれはいつも30分で、30分前に終わるようにやってくれって、なるほど。関税のしわ寄せがここまで来てる、来てるってこと。そういう、なるほど。ちょっとなんかいいね、なんか壮大な、なんかこう、そうでしょ、ストーリーが、革ジャン全然関係ないけど、はい、いや今ためになりました。ためになったでしょ。はい、でちょっと言っていいですか？はいはい。すっげえきつそうなんだけど大丈夫ですかそれ？いや全然。本当？いやダメ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 、うん、ジッパーいじめちゃダメ。あのね、泣いてるジッパーが、いや、あの泣いてるのはジッパーだけじゃない、革も泣いてる。糸の声が聞こえてきた。縫製師のなんか叫びが聞こえるもん、俺短期間で太ったんだな。でも締まるんだったらいいじゃん。それ毎日締まったらさ、それ以上太くなんないから大丈夫ですよ。そうだね。そりゃそうだよ、いいじゃない毎日 やるっていうのはね。意外とね、知られてないんだけど、なんで俺がこんな急激にデブになったのか、うん、まあ昔から知ってる人はさ、ごめん、意外と知られてないんだけどって全然意外じゃないですよ、そんなの。違う、誰も知らねえよ。俺ね、そんなの、はい、こっそりとずっとやってるんだけど、ツイッターやってんの。あ、そうなの？見たことないね。でしょ、うん、アットライトニングマット、うん、MAT、 ライトニング MAT でね、ぜひツイッターで俺のアカウント検索してもらうと、もう完全に仕事と関係ないことばっかり書いてる。つぶやいてるの？つまりつぶやいたり写真載せたり、写真載っけたり、昨日は日高屋の肉野菜炒めの話をしたり、はいはいはい、今日は C&C のミックスカレーの話を書いたりとか。 C&C のカレー好き、食い物とかね、やっぱり載せることが多いんだけど、あとなんかね、ちょ、家族のことが書いてあったりとか。お、いいじゃん。あと、なんだろうね、どうでもいいこと、結構書いてます。それだからこそいっぱい食べ物あげるから急激に太ったって話。それを見ると、あ、こいつやっぱりそれは太るよっていうのが、すごい納得するようなラインナップになってると思う。じゃあ皆さんちょっとそれ見てもらって、言うほど載ってないけど、ね、こういうのを食べ続けるとよくねえんだっていうふうに、なんかそういうふうにちょっと勉強してもらいたい。いや別にね、日高屋が悪いわけじゃないんですよ絶対。いや日高屋超うまいんだって。俺日高屋だってすげえすげえ野菜たっぷりタンメンとか食ってますよ。ああ、そうか、俺ほらもう20年以上さ、意外と知られてないけどさ、日本中の一番の肉野菜炒めを探す旅っていう旅人じゃん。誰も知らねえけどな、そんなの。知らないんだよね。知らない。そうそう、雑誌でもやってないし、あんまり売れたことないんだけど、俺は肉野菜炒めを常にこうナンバーワンを決める旅をしてるわけよ。やめて、それ言うと肉野菜炒めがなんか悪者みたいに聞こえてくるから、それやめた方がいいですよ。いやでも肉野菜炒めはうまいからね。おすすめあったら教えてって言ったら、今日メッセージもらったよ、肉野菜炒めの美味しいとこ、ここぜひ行ってみてくださいって。赤坂かな。ちょっとこの後行ってみない？赤坂の肉野菜炒めってさ、ちょっともうちょっとなんか違そう。いや俺が食ってる肉野菜炒めと違そうだもん。あ、違うわ、赤坂は違うわ、俺がツイッターで調べた店だ。もういいじゃん。それって渋谷かなんかだ。そうだそうだ、知り合いから送られてきたのは肉野菜炒めだっつってんのに、ニラレバ炒めの美味しい店って送ってきて、それ違うんだよ俺の中では。確かにニラレバじゃねえんだよなっていうね。いやでもいいじゃん、ちょっと今日はさ、そうね、告知も爽やかでしょ。爽やか、そうですよ、爽やかだよ。そうだから最高。俺革ジャンハンバーグ大好きだけど、あそこのハンバーグやっぱこんなにうまいの？すげえうまいから。知ってるかな、静岡県にしかないハンバーグの有名なレストラン、チェーン店、ファミレス、レストランチェーン、ファミレス、爽やか。だって2時間とか普通に待たされるっちゅう。そう、それがついに食える。それを食いに行く旅、革ジャン密談ラジオ、公開収録。公開収録。うん。爽やかでやるわけではないです。ないです。爽やかでやるわけではないです。御殿場ですね。静岡県御殿場。第一発目。
はい、はい、これテロップが多分ダン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 って出てます、出ると思いますこれから、うん、もうすぐですよ11月3日バーンストーマーさん、はい、御殿場にあります。すごいんです、バーンストーマー御殿場で検索してもらうとピピッと、この間ねあなたの YouTube でやりました、やってたお店なんだけど、革ジャンもすごいんですよ、在庫数400着革ジャンが、うん、すごいね、すごいんですよ、まあ、革ジャンだけじゃないですから、ね、もう全部デニムもすごいしあれなんですけど、うん、でかいんですよ店が、取り扱ってるブランドも結構いっぱいあるんだよね、結構いっぱいありますね、なんかすごい大きい店だと、俺行ったことないの実は、で昔ちょっとね移転したんですよ、はあ、ここ数年で、うん、なんかそこ楽しみにして、そこで、うん、何時からだっけ、2時、2時午後2時です、うん、夜中ではないです、うん、午後2時、はい、バーンストーマー御殿場のバーンストーマーさんで、うん、革ジャン密談ラジオ公開収録、はい、これは何をするかというと、うん、まあ来てください、来れば分かる、革ジャンを着て、うん、革ジャンを着て来てください、来てほしいね、来た人には、うん、なんかね、なんかいいことあると思いますよ、いいことあるようにしたいね、うん、じゃあ久しぶりにあのじゃんけん大会とかやっちゃう、あらいいです ね、それいいじゃない、なんか商品用意しとかないと、ちょっと商品用意して、ね、革ジャン、いいんじゃないですか、いい、簡単に言わないでよ、いやお店で革ジャンあげちゃったらダメじゃん、そうだね、うん、じゃあなんか考えましょう、ね、なんか考えましょう、車、もうもらっても困るでしょ、ないね、うん、ないね、ということで、はい、ぜひね遊びに来てください、うん、お店にね、でそれをまた YouTube こちらのチャンネルで配信するんで、うん、それを見て、あ、こんなのうちでもやってほしいっていう、うん、お店の方、うん、もしくは皆さんの行きつけのお店あったら、うん、ちょっとこれさ呼んでよっていうリクエストをしてもらって、うん、あの小川さんの携帯まで電話していただければここに出すなよお前こっちダメダメ、うん、いや面白いです、だからね、まあ、当日もいろいろちょっと革ジャン持ってる方は来ていらしてほしいなと、したらねいろいろちょっといじらせてもらう、うん、そう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 ね、うん、だからね、あのこすらせてもらうっていうか、こうカメラがね、カメラに映る可能性もあるんで、うん、うわ、ちょっと顔出しはっていう人が覆面でもかぶってきてください。いやいやいや、そこはね、いいですよ。革ジャンだけ貸してください。あ、そうか、革ジャン、ね、だけ貸して喋ります、うん。それがほら、なんか、うん、ね、あるじゃないですか、たまにそういうね。そうですね。うん、フラッと寄った時にそれが映ってて、後で問題になってしまったとかっていうね。うん。うん、問題、後で問題になるような相方とは来ないでください、ね、うん。そうですね。それはすごい大切な。どこで映り込んじゃうかわからない。わかりませんか。当日は、店内の撮影とかも、はい、やろうと思ってます。ちょっと歩きながらとかの説明とかもちょっとあるかもしれないし、うん、まだわかんないけど、うん、映っちゃう可能性もあるかもしれないから、そうですね。その場合はね、うん、そういう危険性がある場所だと。はい。健全に暮らしている方には何の問題もありません、そうです、はい、ただあの、うん、家族に見られたらまずい、今日は本当は俺は仕事に行ってるはずだったみたいなね、そういうのもありますからね、今日は仕事って言ってこんなとこ来ちゃったみたいなね、うん、ことになったら大騒ぎになっちゃうんでね、うん、そういう方は気をつけてくださいね、いやでもちょっと楽しみですよね、いろいろそういう革ジャンラバーの人たちが集まってくれるかと思うと、そうですね、うん、なんであの俺も何着てったらいいかなとか考えてたの、うん、その時に、ね、革ジャン、それはやっぱ考えますよね、うん、その日僕そう、うん、ちょっと自慢の革ジャンを僕らも着ていかなきゃいけないなと思ってるんで、多分ねそういう風に言うと、うん、またねなんか暑いのにムートンとか着始めるんだよ、いやいや絶対暑くないって御殿場は、ごってごてにこう御殿場寒いって、もう寒いんだよ、うん、寒いと思いますけど、もうなんかもうすごい、それかさあのなんかあるじゃんロングコートみたいの、あ重いやつ、ああいうの着ていきがちで、うん、くれぐれも注意していただきたいのは、はい、僕らは、うん、まず御殿場について最初に立ち寄るのは、はい、爽やかです、そうですね、それで爽やかで整理券みたいな、まあ、アプリでこうもう、ま、待つ予約をして、予約してからでトークライブで大体2時間喋ってで、トークライブもろもろ準備も含めて、そうですね、2時間ぐらいやったら、はい、いい時間になってるはずなんですよ、もうすぐそのまま爽やか行くんで、はい、そうです、うん、という計画で、
爽やかに乗り込もうと思ってます。爽やかに、違う、バーンストーバーに乗り込むんですよ。御殿場にね。御殿場の爽やかが一番混むんだってね、はい。東京から一番近い爽やかなんですね。らしいんだよね。だから、うん、もうそのぐらいの覚悟で行かなきゃいけないんで。はい、うん、やばいですね。爽やかと同じぐらい、うん、バーッと公開収録にお客さんが集まってくれる可能性もありますから。お前3人だった時のこと考えてないだろ。いやいやいや、その辺はもっと3人だった時のことも考えとけよ、うん、あのぜひともバーンストーマーさんこれ見てたら、はい、お客さんお願いです、集めてください、集めてください。お店さんはお願いします、集めてくださいね、うん、あの僕たちね、うん、いくらね、はい、ね、あの散々こういうのやってるからといって、うん、人がいるふりして喋るっていうのをなかなかやったことないからね。そうですよね。うわ今日いっぱいいるなみたいなね、うん、それはちょっと恥ずかしいやつ、ね、だから変な話、うん、3人だったら誰もいない方がやりやすいですよね。逆に本当にそう思わないだって、うんうんうん、いたたまれないよね。スタッフの日も、うん、その日は総動員で出ていただいて、あ、そうですね、桜をやってもらうぐらいの覚悟で、うん、あとは爽やかの前に看板帰ってくる、うん、バーンストーマーこちらって、ね、こっち、うん、車が当たるとか、ね、車当たんねえけどな、うんうん、いや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 本当ですよ、楽しみですよ、これを皮切りにですよ、はいはい、全国こうまず一発目はもう御殿場です、はい、もういろいろとね行きたいですからね。そうですね、うん、いやちょっと楽しみです。俺もね、うん、やばいんだ今、うん、何が革ジャン欲しいの。欲しいよね。そう俺も革ジャン、いやいや俺もってあんていっぱい持ってるじゃん。いやいや持ってても欲しいから増えちゃう。欲しい革ジャンやっぱあるわ。最近さちょうど雑誌の編集やっててさ、うん、季節的に革ジャンの登場率がすごい上がってるわけよ。ガーンと上がったからね。だって次のライトニングは10月30日売り。そうです。ライトニングは28日売り。28日か今月は、うんうん、あれでしょ、革ジャンで溺れたいだっけ、なんだっけ、革ジャン沼から抜け出せない、それだ、はい、まあ簡単に言うと溺れてるって、ね、溺れてる、うん、もう抜け出せない、もううわってね、うん、表紙でしょ、表紙です。なんで、うん、そんなのやってたりとか、ちょうど今ほら30日売りのマッコイのリアルマッコイズ2023っていうのが、あれもね、そうラーメン小池が一生懸命作ってるやつ、はい、俺も見てるんだけどページは、うん、革ジャンあるじゃん、欲しくなるよね。だしちょうどクラッチが、うん、今月発売の24日だから、もうこれって終わってんのかな、はい、もう発売されてるのかな、うん、24日今日ちょうど上がってきた日で、はい、納品された日で、うん、今回2冊合本なんだけど、いつもはメンズファイルとクラッチじゃない、今月違うんだよ。そうだあれね、革ジャンの1冊がついてきます、うんうん、あれはもうすごいですよ、資料性も高くてね、ヴィンテージのね革ジャンで、うん、一冊、ちょっとまたそれはおいおい宣伝させてもらいますけど、はい、うん、これすごいんで、アディクトクローズの石島さんのコレクションなんだよ、うん、まだ UK のね、そう、はい、UK ライダース、ヴィンテージがダーッと面白いの、ライダースだけじゃないんだよね。あ、そうなの、ヘルメットとかもちょっと出てたりとか、あ、そういうアクセス、モーターサイクルアクセサリー、ね、ピンズが出てたりとか、うん、そういうのとかもで、カタログとかも紹介されてて昔の、うんうんうん、すごい、あのさっきもじっくり読んじゃった。あ、ちょっと俺まだ見てないな、ちょっと見よう、うんうん、なんで、うん、なんか革ジャンを目にする機会が増えちゃって、一気にね、あ、うん、いやまずいなと。でもバーンストーマーだから400着あるから、まずいな、絶対買っちゃうよ、なんかまずいな。でもさ、うん、そうなんだよね、革ジャンって、うん、こう一重に言ってもね、はい、まあ、当然のことなんだけど、うん、振り幅ってすっごいあるじゃない。ありますね、色形何、うん、カニ、うん、何カニって。それでさ、俺振り幅の広い人じゃない、うん、そうだよね。あなたはもうさ、キューッとこう狭いところをこう掘ってくる人でしょ。こういう、そうだね、だ俺さ、うん、すっごい広いのよ、うん、振り幅が。ムートンのコートも革ジャンだし、俺の中では、うん、A2 も革ジャンだし、まあまあね、ライダースもそうだし、うん、ライダースの中でもさ、ちょっとさキャスケードタイプとかさ、はいはいはい、今一番気になってんだけど、こういうのとかだって、あれだよね、ここバッて閉めるやつ、 J31 欲しいとかってさ、 J31 ね、まあ、昨日言い始めてさ、ブコの J31 ボタンのやつ、うん、もう随分何年も前から出してるのに、うん、じゃんじゃん、あれはそうですよ、だからすごい、あれはだってさ、物としてむちゃくちゃかっこいいからね、あれをバーンって着こなしたらさ、いい、うん、すごいかっこいいじゃん。ただ、うん、ハードルは高いですよね。
着こなすの。そんなん考える人、俺考えない人でしょ。たら考えないだって着こなしなんて考えたら大抵の服はさ、うん、ね、うん、俺なんかよりももっと似合う人はいっぱいいるわけで。でもね、物として本当にあれ毎回俺ね撮影するために思うんだけど、かっこいいなと思うよ。クラシカルでね、かっこいい、ここがバーンとこう合わせがでかくて、だからああいうのとこ見ちゃってると、うん、もう革ジャンは買わないって誓いをもう破っちゃってるけど、うん、やっぱりねいいなと思うわけ。どんどん増えていくのよ。そうやっぱり欲しいもんがさ、もう俺もさ、もうこれでもういいかな、ダブルはいらねえかなと思っても、もう次のってすぐ買ってるからね。あ、だからもう言うのやめたのもそういうで。この間もさ、これの白が欲しいって話ちょっとしてたでしょ。はい、してた。で、あとはあの J31 も欲しいなと思ってたの、うん、で、もう昨日夜俺あのヤフオクとかでヴィンテージ見てて、うん、またいいな、見つけた、いいなあった、何いいなあった、うん、どうしよう。いや、これ言ったらもうそれヤフオクの競争相手増やしちゃう。ダメだよ、小さいこと言ってんなもんマジで。そう、お古着のね、ちょっといや、これすごいいいのあった、うん、10万円すんの。おうおうおう、ムートンの、ムートンなんだ。どうやら出店者は古着屋さんなんだけど、うん、うわこれ調子いいって、多分サイズ俺いけんじゃねえかっていうやつなの、うん、なんだろう、ヤフオクです、次回ぐらい、ムートンです、でサイズデカめです。ちょっと皆さんね、ちょっとこれで見てもらいたいな。すごいいいのがあって、うん、いやむっちゃくちゃ出てきちゃうから、うん、ムートン、そうだよ、ムートンで調べても、うん、なんで、はぁと思って、すっごい今もうすぐコーチジャケット上がってくるでしょ。ああそうだ、コーチ上がってくるよ、うん、うん、そうそう、天神のね、全然、うん、あれはそうなんだよ、楽しみなんだけど、うん、なんか全然もう革ジャンは買わない宣言をしてから、うん、嘘ばっかついてんなと思って。買ってるよねだってさ、もう革ジャン着ねえとかさ、まあ、買わないって言ったらさ、この密談ラジオ今後どうするんですかね。買ってくださいよ、定期的に。いや、うん、そうなんだよ本当に。この間ファインクリークの展示会行っちゃったでしょ。来てたよね、うん、あね、ロンドンの注文としてオーダーしてるんだよ、ロンドンのお店のオーダーとして入れてるんだけど、うん、はい、不自然に一着入ってるのがあるんだけど入れたなそれ自分のやつなるほど ね、 そ う、 ね、そういうのもやっちゃうね。そう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 、うん、なるほど、そういうと思って。いや、見ると欲しくなっちゃうからね。そうなの。今回なんか俺結構撮影でさ、もうここら辺革ジャンまみれだったから、このスタジオも、ね、だいたい終わったの撮影は。終わりました全部、うん、そうなの、すごい、うん、頭抱えちゃうんだよ。いや多分ね、これ見てる人もみんなそうだと思いますよ。でもやっぱり僕ら仕事からどうしても増えていっちゃうけど、うん、みんな多分一着を一生ものとして買ってる人、うん、すごい多いはずなの。まあそうでしょうね。だからメンテナンスが気になったりとか、うん、いろいろ考えるんだと思うんだけど、うん、俺言い訳ができちゃうんだよ、うん、いや仕事だからっつって。わかる、これがまずい、うんうん、俺も大体その言い訳しかない。だからもうちょっとこれ着とかないとまずいよねみたいな、そういうお金のかからない雑誌をやってれば、うん、俺はもう蔵立ててたね。確かにな、多分折り紙の専門誌とか。確かにいいだろう。いや、わかんないですよ。折り紙でもとんでもねえやつあるかもしれないからね。うわ、もうどんどんヴィンテージ折り紙みたいになってさ。そこまで高くない。折り紙の専門誌とかやってればさ、うん、まだよかったよ。でもほら、うち出してる趣味の文具箱なんか、あれも沼じゃない。高いし。あれ高かったって万年筆でさ、ね、この値段なんすかみたいな。高い高い。高いな、10万とか普通に超えてくるから。あれも沼だよ。ああ。なんで、なんだろうね、お金のかからない雑誌って、うん、生まれ変わったらまたそこで出会おうぜ俺たち。そうだな、なんでそんな仲いいんだよ俺たち。やめてくれよ気持ち悪いな。別にいいよもう次の何一人で言って何やってんのか分かんないけどいやでもさ、俺ほら本当にあの趣味の文具箱のね、清水編集長に言ったのよ、うんうん、なんでそんなにシステム手帳必要なんですかみたいな。システム手帳10個ぐらいカバンに入れて持ち歩いてる、ね、意味わかんない、意味わかんないでしょ。意味わかんないけど、確かに彼らからすれば、なんで川島そんなに持ってるんですかっていうのはあんま変わんないんだよ。お、確かにね、そ う、 そうなんだよね。すごい量持ってるからね、うん、なんか、いやシステム手帳1個でシステム手帳を語るなって怒られたことあるから、すごい、ね、1個持ってて俺も使ってますとか着やすく言うなっていうね。お、
え見せてって言ったらこれも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 すっごい出てきちゃうからさ。だからでもやっぱ、うん、ごめん、レザーラバーだもんね。そう、共通するのは、我々と共通するのはやっぱり革が好きで、うん、経年変化でとか、うん、もうあれだもんね、コードバンとかっていう会話が、うん、俺たちの方から出た瞬間に、うん、もうなんかニヤーっていう顔に、ね、するするね、うん、コードバンでしょみたいな、うん感じで、いやあれ面白い世界だなと思いますね。そうなんだよ、だからね、うん、同じなんだよね、やっぱり革の、うん、ただ本当ね言っとく、早く買った方がいい、うん、どんどん高くなってる革がね。革っていうか、うん、やっぱり素材が、うん、まあ今円安の影響だとか、うん、原油高の影響とかいろんなことがあって、うん、どんどん値上がりしてってんの。そうだね。で本当にポイントは我々の買ってる商品って、はい、半年前に、うん、そうだね、こう展示会が開かれて作られたりとかしてるものだったりするんで、うん、値段が半年前に設定されてるわけ、うん、この半年でさらに円安は進んでるから、はい、もうこれから来年とかになったら、うん、もういくらになるか分かんないからね。だから早く買えば買うほど安く手に入るってなると、ね、こっから安くなる理由が見当たらないってメーカーさん言ってるんで、うんうんうん、やっぱりかすげえ稼ぐかどっちか、うん、前向きに稼ぐ側に行くか、うん、まあでも本当そうだよね、どん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 高くなってるから、もう思ったらその時買った方がいいよね。その1年後になったらあの時買えばよかったと思うかもしれないから、うん、定価も変わっちゃうしね。そう、うん、どうもそうなんだよ、思ってるものはいっぱいあるんだけど、うん、お財布がついていかない。そうなんだよね。どうすればいい。そうなんで、どうすればいい。どうする、どうする、どうするCM あるよね、ゴーするゴーするみたいな、うん、そうなんです。いやでもね、これ見てる方も一緒だと思いますよ。欲しいもんなんかいっぱいあるんです、うん、だけどやっぱりそれはね、お財布1個ですからこう、うんね、全部買うわけにはいかないからね。で最初の話に戻ってね、うん、節約した気で日高屋行くでしょ、うん、ちょっと待って、それさ、うん、若干日高屋にも失礼よね。でも節約なら安いんだもん。まあ安いけどね。でも安いじゃん、日高屋行って節約した気でいるじゃん、うん、でもね、肉野菜炒め定食、うん、大盛り、うん、餃子一皿つけてもほぼ1000円なんだよ、うん、はいはい、節約した気になってんだけど全然節約されてないて。俺そこにビールつけちゃうからね。そうでしょ、1000円オーバーのランチだよ、うん、それ全然節約になってないじゃん。確かに、これ牛丼一杯で済ませられるってれば、うん、3分の1ぐらいの値段で、まあ、そうだよね、確かにいけるのに、うん、結構あれだなと思って。でもじゃあ、まあ、もうそういうふうにコツ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 こうね、うん、お金を貯めていけばまたこう革ジャンも買えるのかもしれないけど、俺できないんだなそういうのが。うん、食いたいもん食っちゃうもんね。で革ジャンもさ、後先考えずに買っちゃうから、うん、後で困るのよなんか、うん、でもみんなそうじゃん、なんか編集部見てると。いや、こじっかりしてるやつはいるんだよ。いるのか、まあ、うん、なんとなく分かりますけど、うん、しっかりしてるやつとしっかりしてないやつの差が激しいからね。そう、うん、編集部見てるとダメダメはここのダメダメだよね。うん、とね、確かに、おっと思ってさ買っちゃうんだよ、ピッつってね。あれがまずいよね、うん、なんで、うん、そう、日高屋で節約はできてないんで、なんかもう少し。随分今日日高屋が出てきますね。そうそうそう。いや今週も3回食っちゃった。いいんだよ、俺日高屋好きだけどね。でも今週3回全部同じメニュー。肉野菜と餃子。肉野菜炒め定食、大盛りと餃子。大盛りと餃子。うん、もうあれいらない、ピッピッてこういうのを出すんだけど。いつものっつって。じゃもう多分いらなくなると思う。そろそろ入ってきた瞬間にもう。出てくるみたいな、すげえ行きつけ感 ね、かっこいいね。チェーン店で行きつけ感ってなかなか出せないじゃん。すごいよね、すごいよそれ、うん、出せたら。俺ね、近所のローソン、うん、行きつけだからもう知ってるわけよ、うん、これ行くとタバコ出てくる嬉しいぜ。ちょっと羨ましいそうだよね、あいつアメスピライトですよね出てきた、分かった口聞くんじゃねえよって言ったらいいよなんかおっつって違う、ちょっと嬉しいっていうねうん、スイカですよね、支払いはそう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 言われちゃうみたいな、そう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 か、そうなんですよ、うん、ということで、はい、もう一回おさらいしますと、はい、11月3日、うん、午後2時開始、うん、で
この密談革ジャン密談ラジオ、うん、公開収録、はい、御殿場バーンストーマーさん、はい、やりますんで、ぜひね、ちょっといっぱい人来てほしいなと。そうです、うん、2時に始まる前に爽やかで予約して、うん、話を聞いてる間に、うん、終わったら爽やか、それ一番美しいパターン、美しいパターンですね、うん、予定通りに行くかな、はい、ちょっとでもやってみましょう、はいはい、まあ、ぜひちょっとね、革ジャン持ってる方はぜひ来てきてもらいたいなと思いますんでね、うんうん、よろしくお願いします。見せてもらいたい、いろんな人のね、ね、楽しみですよ、はい、本当に。じゃあね、ちょっと皆さんものお越しお待ちしてますから、はい、はい、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、 OK です。はい、どうぞ。でも確かにウォーターバッグみたいな、へこんでる感じしない？それへこんでますよ。だってこれでガーッ押さえつけてんだもん。そうだよね、後ろひどい、後ろがひどい。どうなの？後ろやばい。いやー、チャーシューだね。ちょっとこれ映しちゃっても、最後まで時間だったら、これこれちょっとちょこれこれチャーシューだね。ここやばい、これ、ね、これやばいね。なんか美味しそうだもん。チョコロールケーキみたいな。